お疲れ様です。あ、お疲れです。ありがとうございました。来てくださった皆様、まあ、ぶっちゃけ頭真っ白で、正直上松さんがこう助け舟出してくれなかったらもうパープリンでしたね。でそこで酒井さんがフォローしてくれたのですごい助かりましたでもすごくなんかリハの時から結構ずっと緊張してて、どうなるんだろうってどうなるんだろうって、しかも今回用にちょっとリアレンジされてしてるので、なんか最後の部分が新しいというか長くなってる感じ。そうですね、派手にとか元のは綺麗に静かに終わるものが盛り上がって終わる感じ、ね。はあ、まあ、以前インタビューで言ったと思うんですけど、イメージとしては青から金色に変わるみたいな感じで曲を作ったので、はい、途中から曲が転調するんですけど、転調というのはキーが変わるんですけど、そこからは色がこう 金色に変わるっていうんですけど、海の水面のところに太陽が当たるとこうキラ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 するようなああいう感じを出したかったので、グロッケンとかああいうチューブラベルとかああいう楽器を使ってキラキラした音を入れて、ものすごくその海のキラキラ、水面のキラキラ感を出して、それが伝わればよかったかななんて思ってます。ぶっちゃけ何度も聞いたんですけど、台本ありませんか台本ありませんかってめっちゃ緊張しいなんで、それってギリギリになってなんかじゃあこんなの話そうかって言ったのとちょっと違う話だったので、その直前に話してたのと違う話を振られた振られてちょっとビビりましたね。まあ似てるっちゃ似てるんですけど、まあお酒が飲めないって話だったんですけど、なんかその領収書の話とかそういう話じゃなかったんであれビビったとか思ってまあでもなんか懐かしい話をしていただいてちょっと面白かったです。まあでも正直喋るのが一番緊張しましたね今日。ありがとうございました。